どうもどうも、肩慣らし、まあ、ハスピードお届けです。よろしくお願いします。おはようございます。お疲れ様です。はい、はい、ちょっとね、今日はね、一緒に答えを探してほしいんだけど。いいよ。謎すぎる。絶対見つけようよ。あのさ、近所に気になる人とかいる？なんだろう、あの人気になる人、名物おじさん的な人。いや、気になるな、あの人何なんだろうなとか、なんかよく見るなとか。あ、いる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 、いる、おばさんで行って、多分俺昔からその人よく見るから、俺おいこすんですけど、長いから、昔からよく見るおばさん完全に顔覚えてんだけど多分別に特徴はない、変な人じゃない。なんかね、なんかちょっと顔が特徴的で、なんかちょっと不気味な雰囲気がある。あ、何されたわけでもないんだけど、なんかある、なんか目もちょっとキョロキョロ挙動心で、てててててあれか、あ、てててちょっと変だな。で、誰に目をかけてるわけだから、あ、まあ気になるな。で、黒ずくめやな。いや、怖いわ全然ちょっと変じゃん。でも何人を目をかけてないけど、そういう人のこと。あ、そうだね、いるじゃん、そういうね。いや、みんないると思うよ最近ね、ちょっとね、目を疑ったというか、何だったんだろうあれっていうのがあるんだけど、夢みたいな。一回ね、牧田さん家に遊び行く時に、牧田スポーツさん、駅から歩いてたら、牧田さん家の近くでね、うわ、あの辺なんか多そう。やって、ママチャリを押してる、もう、おばあちゃんまで行くのかな、60ぐらい行くか行かないか、女性、おばあちゃん、おばあちゃんみたいな人がね、腰すごいな。おばあちゃん、お母さんなのかな、よくわかんないけど、こうね、チャリンコをしてるのね、そのチャリンコは、いわゆる子供が乗る背もたれがあるの、後ろに、二血できる子供が、そのね、二血するところにね、最初ね、あ、子供を乗せてんなと思ったんだけど、遠くから見れば子供を捨てると思うんだけど、近づいていくとどん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 その子供が異常にでかいことに気づいたの。何、怖い話どういうこと？あのね、え、すっごいでかいので、見てくれがね、あの、でかでかと思って、でもよく見たら、そういや、このおばちゃん、チャリ焦げてないぐらいでかいなと思う。押してるんですよ。そう、こんなんなんて押してるんで、遠目から気づいて、で、そしたらもうこう近づいてたら、でかいでかいでかいと思って、子供が乗ってんな、あれでかいでかいでかい、見た目がね、あの、四千頭身の後藤くんみたいな、坊主頭で子供っぽい顔してるの顔で、そう、前見て見たら、でも子供ともなんとも取れないそれなんやねん、中3か高1ぐらい、もう、ただ、大きさに関しては、大人やん。もう全然俺よりでかい。え？坊主頭で、むっちりしてて、超でかい。柔道部みたいな感じ。それが、こうやって乗ってる。その、子供が乗るやつ。なんやろ、それ。で、おばあちゃんがこうやって押してる。気持ち悪い。で、こうやって。え？北斗の拳の世界じゃん世界観は北斗の拳じゃん。働かされてんの、そのお母さんは労働みたいな。で、その顔もめっちゃ不機嫌なの。みこし乗ってみたいな感じだったのかな。もう早くしろよみたいな感じで、でも、もうとてもとてもそんな引けるようなおばあちゃんじゃないのよ。いや、大人でもきついで、結構俺ぐらいの成人男性でも。何あれそれって思うじゃん。したらね、この前ね、今度は家の近く、え、ね、これ歩いてたらね、向こうからね、おじさんがね、チャリ越えてきたんだけど、このすれ違う時に気づいたんだけど、後ろに乗ってんのがそいつだったまたあの顔して不機嫌そうに、お父さんが越えて、二血魔人やん、二血の妖怪じゃんそれで、妖怪じゃんそれ妖怪のエピソードみたい。っていうかさ、いや、ね、どういうこと？だってさ、お父さんとお母さんが移動させてんね、だから要は。だって牧田さん家の付近で見たんでしょ、あんた住んでるとこと、またちょっと場所も、まあ、自転車で15分ぐらい、遠くはないけど離れてる、15分ぐらい、
で、あ、明らかにその人やった。その妖怪やった。いや、もうあんなの 見間違いない。でかーって思ったの。あいつだーって思った。これ何、答えわかる？まあ、普通に考えて、息子だよね。息子だと思う。お父さんとお母さんだと思うな。息子あれは。これ、俺が一応ひねり出した答えは、うん、めちゃくちゃもうだから引きこもりなのね。そいつは。うん。だから、その、そうしないと、うん、あの、家から出ないというか、うん、お願い、もうちょっと出かけて、健康だから、上目乗せろよ、うん、ママとか言って。うんうん、だからなんか、その移動させてもらってる顔じゃないの、完全にもう嫌なんや、不機嫌だから、生きたないんや、嫌だもう乗ってんの、うん、みたいな顔なの、うん、めちゃくちゃでかいんだからね高校生やもんな、高校生みたいなの。あ、俺はその物語を想像したんだけど、うん、でも坊主だし、うん、坊主の引きこもりってなかなかいないよな。もっと大人なんじゃ、意外に二十歳ぐらい行ってたりするんだよね。なんだか、逆に、うん、めっちゃ幼いくて、早熟、あー、なんかちょっと早すぎると、小4、5のいるよ、でも大きい小6とか大相撲とかで出るような、うん、子なのかな、うん、それでも、小6ぐらいの子あんま後ろに乗せて引くってあんまないけど、ない、小4でもあんまないよ、ないのよ、低学年だよね、せめて後ろ乗せて、で、あとあの不機嫌なのも説明つかないの、うん、確かに意味がわかんない。本当にこれ。なんか探偵ナイトスクープとかでもちょっと触れちゃいけないぐらいの家族の、ね、ちょっと怖いな。闇が見えたね。やっぱあのね、ちょっと怖い。親父ま、ならまだポップに見えたんだけど、いやでかーみたいな。なんだよ。父親が男やから、ね、自分よりでかいやつ乗せてくださいって笑える雰囲気あるんだけど、やっぱ最初見たこのもう衝撃や。いや、異様すぎて歩いてくれないんだもん、ね、歩いてくれない歩いてくれないから、 どこかに行こうとしてんだもんね、厳しい顔して、うん、引けって感じ、うん、やってたから無理やり、まあ、でも引きこもりっぽい感じの説かな、どこに行くんだろう、なんかない、ない、わかんない、ないですか、あなた、はい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 、こういうことなんじゃないのとか、なんかもう気持ち悪くて気持ち悪くて、はいはいはい、もうほんと、はいはい、知りたい、へえ、なんだろう、両親以外の考えられないもんな、息子で、うん、いやほんともののけとかそういうもんじゃないの、そういう俺は何、うん、俺最初聞いた時はそう思った。なんかそういう話あるじゃん。なんか見えた。いやいや、それさ、うん、おばあちゃんも、うん、なんか重そうに乗ってんだったらまだ妖怪の可能性あるけど、降りて引いてんだもん。もう、うん、重い、重いっつって。ああ、いや、捨てるでしょ、それ。そっか。もうね、不思議で不思議で、ね、もう間違いない、すごい過保護なんだろうなって思うけどね、その感じはやっぱね、あ、そっか、もう本当に過保護で、引きこもりなんか何なんかもう分かんないけど、もうだとしたら俺やばいと思う、ちょっとで、なんなら DV 的な要素もちょっとあるのかも、すごい俺これやんないとちょっとじゃあ心配になってきた、うん、これだって未来ないぜ、だとしたら、うん、あれはもう、ろくな顔してなかったよ。本当に厳しい。母ちゃん引いてんのに不機嫌そう。多分車とかないってことだよね。あ、そう、経済って、車あったら車乗せる。ないゆえに自転車で。で、歩いても来んないから、自転車の後ろっていう結論になってんだから。うん、いや、やばいかも、それは。しかもさ、なんかさ、うん、その、今んとこ帰りか行きかわかんないけどさ、うん、その、荷台には何も乗ってないよね。うんうんうん。ってことは、うん、買い物とか、うん、そういう明確な、うん、出かける理由はないと思う、俺。あれ。ああ、なるほどな。ただただ乗せて、走ってるだけ。俺は今のところ見受けられてんだけど。散歩的な。そう。ただ、外を一周して戻ってる。俺を連れ回せ。でも、ほんと、ラオウ以来だったもん、あの。
乗り方そうやな、ラオウとかすごかった、三国志の諸葛孔明みたいな感じやな、変なに乗ってずっと、ま、あの目撃情報とか。でもそれ有名なんちゃう、近所でも多分そんなんね。ちょっとなんか情報をもしある方いたらこのコメント、僕もちょっともう追ってみようかなと思います。いや、こいやもう不思議でしょ、怖すぎる答えで言えないぐらいのか、まあね、ここでね、ちょっとあんまいい匂いしない、うん、あんまいい匂いしないけど、うん、まあ、推測の範囲内で、うん、みんなもちょっと推測してみたりして、あのよかったら、なんなら牧田さんの家の近所か知ってるじゃん、僕牧田さんに話してみよう、うんうん、とかね、うん、その奥さんとかなら、うん、あ家にはあ今度いいお土産話できた、聞いてみます、誘いしよう、うん、まあ、ということで皆さんも一緒に考えてみてくれたら光栄でございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いらっしゃい。いらっしゃい。